はい、こんにちは、林です。先日ですね、机の周りの環境を整えるっていうことで、無印の電源タップを使ってね、こちらの机の部分まで電源タップを持ってくるっていう動画を出したと思うんですけど、まあなんであんなことをしたかというと、僕ですね、この机の周りの環境をね、ちょっと改めて整えようかなって思ったんですよね。やっぱり今回このコロナウイルスの影響で、僕これまでですね、カフェに行って例えば動画編集をしたりとか本を読んだりとかブログを書くっていう生活を送ってたんですけど、もうそういったことが全くできなくなったじゃないですか。で、もう基本的にもう僕は家の中に引きこもっていて、もうあとは買い物するときぐらいですね、しかも外には出歩かないんですけれども、まあだから必然的にやっぱりこの机の上でね、仕事をすることが増えました。で、今ウェブデザインの勉強も受けてまして、今ね僕が使ってるパソコンがこちらなんですけど、こちらの MacBook Pro の13インチ2018年モデルですね。CPU は、クワッドコアの i5 で、メモリはですね、8GB から16GB に、それだけはカスタマイズしているんですけれども、まあ、16GB に増やした以外は、まあ、標準のままっていう感じですね。で、今回で、ね、何をお伝えするかっていうと、もうモニターを買いました。もう結論から言うと。で、この MacBook Pro の画面ではね、やっぱりね、今、作業のね、画面が足りないんですよね。動画編集はスマホでやってるんですけれども、これもね、ゆくゆくは、この MacBook Pro で、例えば Final Cut Pro を使って編集をしたいと。まあ、カメラもね、実際も買おうかなって検討してますので、まあ、このね、無印林チャンネルの、まあ、クオリティもどんどん上げていきたいなって思った時に、やっぱり、パソコンで動画編集もしたいっていうのと、あと、今、ウェブデザインの勉強やってるって言ったじゃないですか。で、ウェブデザインってなると、やっぱり画面がね、2つあった方がすごくやりやすいんですよね。まあ、例えば、Photoshop の、デザインの画面と、あとはコーディングの画面、こう別々であった方がすごく分かりやすい。で、将来的に今は勉強してる段階なんですけど、ウェブデザイナーとして仕事を獲得していくっていうことを考えるなら、まあ、やっぱりこの MacBook Pro 1台の画面では足りないんですよね。で、僕本当はですね、 iMac も欲しいなって思ってたんですよ。MacBook ってあるじゃないですか。で、MacBook これなんですけど、iMac っていうのは、Mac のデスクトップ版ですね。をもう2、3年前からずっと欲しいなって思ってたんですけれども、まあ、だけど iMac を買ってしまうと、この MacBook Pro と iMac の間でデータの移し替えがめんどくさいじゃないですか。まあ、だったらですよ。だったら、この MacBook Pro にディスプレイとか、で、外部で、キーボードとかマウスを買った方が、もう、デバイスはこれ一つだけで済むと。で、家に帰ってきた時には大きな画面で作業ができるっていうことができるなと思ったので、まあ、今回ね、僕はもう今後は MacBook Pro をメインマシンとして使いながら、ディスプレイですね、を設置していこうかなと思いました。で、今回はね、その第2弾ってことでディスプレイが早速届きましたので、これをね、開封しながら僕がどんなディスプレイを買ったのか、で、そして今後どのように僕の机をカスタマイズしていくのかっていうのを、まあ、皆さんにね、解説をしていこうかなと思います。おい!よいしょー。はい、これです。買ったのは LG の 4K モニターですね。型番は 27UL850 っていうタイプになります。いやー、でかいですね。僕今回初めてモニター買うんですよ。で、この LG ですね、まあ、選んだ理由っていうのはちょっと後で説明するので、もう早速ね、開けていこうかなと思います。なんかこうやってね、新しいものを買った時の、この開ける時の喜びはやっぱりたまらないですよね。まあ、僕もともとね、こういったガジェットとか、そういったのすごく好きで、まあ、Mac をね、MacBook Pro を最初に買った時もめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ、今回はその時以上のこのワクワク感。ね、僕が今使っているテレビは、これね、確かに普通のハイビジョンなんですよね。画質はそんなに良くなくて、テレビよりも画質がいいので、まあ、ただね、テレビを捨てる予定は正直ないです。これは本当に作業用として買ったっていう感じなので、これはもう完全に仕事用ですね。で、テレビは娯楽用という感じで、やっぱり僕はテレビあった方が好き。うん、テレビ好きなんで。多分ね、テレビはね、捨てる時があるのであれば、僕の考えが変わったっていう感じですかね。じゃ早速、オープン!はい。モニターです。これが。あ、薄い!めちゃくちゃ薄い、これ。ね、本当に薄いです。他、付属品とかが入ってると思うので、それを。取り出します。
元々入ってたのはこれが AC アダプターですね。はい、モニターのこのアダプター電源、そしてあとアーム入ってます。で早速ねアームを取り付けていこうかな。あとはちょっと待って、衝撃、 CD ロムがそのまま入ってる。嘘でしょこれ。LG って韓国のメーカーなんですよね。で韓国ではこういったら当たり前なんですかね。僕ね正直ね LG 敬遠してたんですよ。なんか韓国のモニター、韓国のモニターってどうなのかなみたいなあったんですけど、今ねもう世界ではナンバーワンのシェア誇ってるみたいですね。テレビ業界とかこういった薄型のテレビに関してはもう日本抜かれたなと思いますよ。で実際 LG のモニターめちゃくちゃ綺麗なんで楽しみですね。ほう、はい、こちらが今回購入した LG の27インチのモニターです。はい、これでアームに関しては今回はこの付属品のアーム取り付けるんですけど、明日ですねアームが届きます。モニターアームですね。これを宙に浮かせたいなと思ってて、で今回は一応仮でね付いているこのアームを取り付けるんですけど、明日にはねまたモニターアームが来るので、それに取り替えるっていう感じですね。はい、こんな感じでモニターね取り付けられました。これで多分モニターアーム動くんですよね。ここね、ここがマックスでこういう風に上下に動かすことはできますね。で、あと、ここがこんな感じかな。あと360度もあるわけ。で、あとは、はい、縦にもできると。縦はほとんど使わないと思うんですけど、基本的に横で、高さこれぐらいかな。で、取り付けていこうかなと思います。はい、ということでね、やっと設置が終わったので、最後にですね、僕がなんでこのモニターを買ったのかっていうことと、他のモニターは検討しなかったんですかっていうことについてお話をしていこうかなと思います。で、僕が今回買ったモニターの型番は 27UL850 というタイプになりまして、おそらくですね、4K モニターの LG の中では、割と新しい方なんじゃないかなと思います。で、今回ですね、本当は僕このモニターじゃなくて、デルですね、デルの25インチのモニターを買おうと思ってたんですよ。これよりもちょっとサイズが小さくて、画質も落ちます。で、それがですね、確か4万8000円ぐらいだったんですよ。僕が最初見た時にね。で、正直机のね、この圧迫感っていうか圧迫感なくしたいなと思ったので25インチでいいかなっていうのと、正直 4K までいるかなっていうところ。QHD っていうモニターだったんですよ。普通モニターの標準は今フル HD というタイプなんですけれども、それでも十分綺麗なんですけど、ただやっぱり細かい部分がちょっと荒くなってしまう。で、QHD っていうのは 4K よりも画質は低いけれども、フル HD よりも画質がいいっていうね、ちょうどいいモニターなんですよね。で、それが4万8000円だったんですよ。で、もう 99% そのモニターを買うって決めてました。決めてたんですけど、いざ僕が注文しようと Amazon を開いたら、なんと値上げしてたんですよ。それが5万円になってたんですよね。4万8000円と5万円、確かに2000円しか違わないし、それでもいいかなって思ったんですけど、そこにこのモニターが現れたんですよ。27インチの 4K の LG のモニターなんですけれども、これですね、もともと在庫入荷未定だったんですよね。だけどこれがもう直近2日間以内に配送されるっていうことが分かって、でさらに値段が5万8000円だったんですよね。僕が買ったのが2020年の4月末なので、その段階では5万8000円だったので、正直8000円しか変わらないならちょっと画質を上げて、さらにでかく27インチでも十分ベゼルレスだから多分大丈夫だろうってことで、今回奮発してこれを買いました。やっぱり長く使いたいもの、仕事道具になるので高くていいものを使いたいっていうのが僕のポリシーなんですよね。だから iPhone もいいの使ってるし、 MacBook Pro を買ったりとかそういうのもしてるんですけれども、そんな感じで、いいものを買いました。おそらくここ5年はずっとこれを使い続けるだろうなと思います。長く使うものだからこそ高く奮発して全然買ってもいいかなと思ったので、これを選びました。で、あともう一個ね、これを買ったのはさっきもお伝えしたんですけれども、これね、ここ USB Type-C ですね。これ1本でこちらのディスプレイに出力をしています。で、これですね、 USB Type-C があるモニターっていうのは基本的に値段がちょっと高いです。4K のモニターで USB-C がなかったらだいたい 3,4 万で買えるんですけど、このモニターが高い理由はその USB Type-C があるっていうのも一つ理由なんじゃないかなって思いまして、だけどね、やっぱり極力配線減らしたかったんですよね。もしこれが USB Type-C 対応のモニターではなかったら、
この MacBook Pro に何かハブを取り付けて、でそこからこの MacBook Pro 用の充電のケーブル、そして出力用の HDMI のケーブルっていう感じで、ケーブルが2本必要なんですよね。だけどこれが結局1本で事足りるってなったら、これでもいいじゃないかなと思いました。であとこれが1本で済むもう1個の理由が、なんとこれですね、モニター経由で MacBook Pro に充電してくれるんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか。だからもうここにね、このケーブルを挿すだけでモニターにも出力できるし、こっちの MacBook Pro デバイスも充電もできるので、もうケーブルが本当に1本で事足りるんですよね。であとコンセントに接続するケーブルも1本だけでいい。もうこんないいことないじゃないですか。もうだったら高い値段を奮発してでも、もう極力ケーブルを減らしたいなと思ったので、僕は今回こちらの LG のモニターを買いました。まあ、実際にねこれ見てもらったら分かるんですけど、ここ見えるかな、はい、 100% ってなってますよね。でさらに雷マークもついていたと思います。こんな感じで給電もできるので、本当にこれ1本で事足りると、もうこれが僕が今回こちらの LG のモニターを買ったっていう理由でもありますね。であとは今ウルトラワイドモニターってあるじゃないですか、曲面のね。であれも正直迷ったんですよ。ガジェット系 YouTuber の、モノグラフの堀口さんだったりとか今村健太さんとか、僕結構見てるんですけれども、そういった方々ね、みんな曲面モニターじゃないですか。正直あれかっこいいなと思ったんですけど、ただ僕の部屋にあれを置くと、おそらくかなり圧迫感があるだろうなって思ったんですよ。で多分マックスを切るとしてもこの27インチぐらいだなって思ってこれを買いました。だからそれがウルトラワイドモニターを買わなかった理由かなと。あとあれはね、USB Type-C ついてないんですよ。だから結局ケーブルの配線が増えるので、あんまりいいことないなと思ったので、もう今回これにしましたっていう感じですかね。まあ今日はですね、このモニターの紹介だったんですけど、今後はですね、一応明日またモニターアームが届きます。今こういう風に机に直でつけてるんですけれども、これをねモニターアーム取り付けて、モニターを宙に浮かせようかなと思いますので、それもまた別で動画を撮ります。であとは Mac 用のキーボードとマウスも買ってます。マジックキーボードとマジックマウスですね。で今こうやって2画面で使える状態なんですけど、これ本当はこれ閉じるとですね、はい、もともとこちらの MacBook Pro に表示されていたモニターが出てくるんですよね。でこういう風にこれ閉じた状態でも使えるんですよ。で外部でキーボードとマウスを取り付けたら、要はデスクトップパソコンみたいな感じで使えると、クラムシェルモードっていうんですけど、僕もともとそういった感じでも使いたいなと思ってたので、まあ、今回キーボードとマウスも買っています。まあ、だから外出先では MacBook Pro、まあ、これをね普通にケーブルを取り外して使って、で家に帰ってきたらこんな感じで閉じて、このケーブルを挿して、まあ、デスクトップマシンみたいな感じでちょっと使っていこうかなと思います。まあ、これもねゆくゆく動画撮りますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、僕の動画ではこんな感じで無印良品で基本的に買った商品の紹介とかしてるんですけれども、たまにはガジェットの紹介とかもしていますので、まあ、僕のチャンネル気になるという方はぜひチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったらグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いします。あと僕ブログもやっておりまして、ブログでは僕が持っている無印良品のアイテムをまとめた記事だったりとか、あとはガジェットの紹介もしています。でこの動画の概要欄にリンクを貼っておりますので、まあ、例えば林さんがどんな無印のアイテムを持ってるのか知りたいという方はですね、ぜひその記事チェックしてください。ということで今日はですね、動画以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。